はい、おはようございます。今日は日本ペタンク選手権の兵庫県予選ということで、淡路島の方にこれから向かっていきたいと思います。ここは実家近くの西宮神社、ただいま、チームの人たちが、これから車で、迎えに来てくれるので、待ってます。もうすぐ到着ですね。いやー、今日もめちゃめちゃ暑くなると思いますよ。はい、先ほど、午前の予選が終わりましたね。今回の大会がこれですね。第34回兵庫県ペタンク選手権大会兼36回日本ペタンク選手権大会の予選になるんですね。この大会の、上位2チーム、上位2チームが兵庫県の代表チームとして全国大会に、出場する切符をゲットできるという大会ですね。場所は南淡路市の、三原健康広場グラウンドに来ております。めちゃくちゃ広い公園ですね。今日参加チームが男女別で、男子チームが18チーム、4チームごとに分かれてグループ4チームグループで予選をしますね。まずそして、上位2チームが決勝トーナメントに進めると。なので18チーム中半分の9つ9チームが決勝トーナメントに進めるんですね。一つカドラージュがあって、ベスト8。で、ベスト4。そして決勝戦。決勝戦まで残った、2チームが兵庫県の代表になれるという形ですね。で、ただいま予選が終わりまして、僕は、予選を3勝全部勝つことができたので、予選は1位突破で予選を終えることができました。現時点でベスト8は確定ですね。この後、兵庫県の代表として日本選手権に出るためには、残りあと2つ、2試合最低でも勝たないといけないということですね。はい。ただ、兵庫県は日本選手権に2チーム、上位2チームが出場できることになっているんですが、代表になった選手たちは事前に PCR 検査を受けるみたいで、チームの中に1人でも、PCR 検査で引っかかってしまった選手が出てしまった場合は、チームごと、全国大会の出場ができなくなるということで、今回は 3位、4位、5位と、控えのチームの順位を出すみたいなので、できれば1位2位になって確実に代表の切符をゲットしたいところですが、まあ、最後まで諦めずに頑張りたいと思います。今日もね、めちゃくちゃ暑い一日になりました。はい、いつきです。ちなみに僕は今日はこんな感じで大会に参加しています。これ母親が貸してくれた日よけのマスクなんですけども、僕普段こういうちょっと顔とか首とか隠れるようなタイプの、やつはつけないんですけども、最近暑くなりましてね、日焼けでちょっと肌が僕弱くて、日焼けでちょっと首周りがね、だいぶこの前痛くなっちゃったんで、今回は完全防護で、帽子まで被ってね、参加してます。ペタンクの試合は基本的に、まあ、今日は、会場が、淡路島なんですけども、朝会場に着いてペタンクをして、そして夕方に試合が終わってもうすぐに帰るとということなんで、まあほぼ観光とかはしないですね。なので、なんかせっかくね、この知らない土地に来てペタンクしに来るわけなんですけども、ほとんど街のことはわからないまま、観光もないまま帰ってしまうのが少し、寂しいですね。はい、先ほどの放送がありまして、僕たちのチームがカドラージュに入ってしまったので、
カドラージュっていうのは昼からのトーナメントが一つ多いチームなんですけども、あと15分ほどで始まるみたいなので、ペタンクの調整に行っていきたいと思います。じゃあお昼からも頑張っていきたいと思います。お先、負けて食べるココナッツアイスは涙なんで、うまい、うまい、うまい。涙出るほどまで前線できんかったしな。ね、うん、ちょっと悔しいと思う前に負けちゃった。まあ、どんな理由があろうと負けたからな。うん。うん、負けたら、ね、結果だけ。